こんにちは。今日はおひな様の作り方のナンバー2の動画の続きになります。おひな様の冠と扇とおだいり様の尺を編んでいきます。使用するのは爽やかコットンの黄色の糸で、3号のかぎ針を使って編んでいきます。まずはおだいり様の尺から編んでいきます。はじめに針に糸をかけて、まずは作り目を鎖編みで6回編みます。6回編めたらもう1回立ち上がりに鎖を1つ編んで、合計7つの鎖が編めました。そしたらかぎ針の方から2番目の裏山に細編みを編みます。そして隣にも細編みを1回。隣にも細編みを1回。3回編めたら、次の目とその次の目には中長編みを1回ずつ編みます。そして最後のこの目には中長編みを6回編みます。1回、2回、3、4、5、6、6回編めたら、さっき6回編んだところの次の目に中長編みを1回。その次の目にも中長編みを1回。そして残りの目が 1,2,3 個あると思うので、この目には細編みを1回ずつ編みます。最後まで編めたら、糸始末分だけ糸を残してカットして引き締めます。そして糸端2本を糸始末して出来上がりなんですけど、今回私これ1枚で貼り付けたら結構ペラペラになってしまったので、これ2枚編んで2枚をボンドで貼り合わせてしっかりさせて乾いてからここにつけると、もうちょっとしっかりしていい感じになると思うので、まあ、今回はこの一つ貼り合わせてしまっているので、上からちょっと貼ってみようと思います。
り合わせて形を整えれば完成です。次はおひな様の冠を編んでいきます。この冠は6枚の花びらのモチーフを半分に折っただけのものになります。まずは輪の作り目をして、ここから鎖をまず5回編みます。5回編んだらここに引き抜きます。次は鎖を6回編みます。6で、また引き抜いて、次は5回編みます。そして引き抜く。今花びらを5、6、5と編んで、反対側もまた同じように5、6、5というふうに編みます。5回引き抜いたら6回編みます。6で引き抜いて、最後に5回鎖が編めたら引き抜いて中心を絞ります。中心が絞れたら糸始末分の糸を残してカットして、糸を引き締めます。で、これでこことここ、この2箇所が少し長い花びらができたので、この糸端2本を糸始末したら半分に折って、この内側をボンドで留めていきます。そしたら長い方と長い方が合わさるようにペタッと貼り合わせて、簡単に冠ができたので、これをおひな様のここにつけていきます。まだ乾いていないうちに位置を確認して冠ができました。最後に扇を作っていきます。扇はまず針に糸をかけたら作り目に鎖編みを1回編みます。
そして立ち上がりにもう一回鎖を編んだら、一つ目の鎖の裏山に細編みを2回編みます。1回同じところにもう1回。そしたらまた鎖編み1回で立ち上がって生地をくるっと返して、ここに細編みの頭が2個あるので細編みをここに2つずつ編みます。まずは根元に2回、そして次の目にも細編みを1、2、2回編めました。こんな形。次は鎖編み2回で立ち上がって生地をくるっと返したら、根元に中長編みを1回編みます。そしたら残り目が3つあるので、この3つに中長編みを2つずつ編み入れます。最後の目にも中長編みを2回、これで1、2、3段目ができました。次で最後になります。4段目は鎖編み1回で立ち上がってくるっと生地を返したら、根元に細編みを2回編みます。そしたら残りの目には細編みを1つずつ編んで、最後の目だけ最初と同じように細編みを2回編みます。最初と最後だけ2回、あとは1回細編みを編みます。最後まで来たら、この目に細編みを2回。これで終わりなので、糸始末分の糸を残してカットして、糸を引き締めてベースができました。次にこの紐の部分をつけていきます。こっちのおひなさまは緑、白、赤でつけたんですけど、ちょっと変化をつけてインディア雑貨レースのピンクと黄色と紫をつけてみようと思います。だいたい20センチぐらい測って、これを2本ずつ用意します。20センチにカットしたら、3種類が1本ずつになるように2つに分けます。準備ができたら、一番最後の4段目の下、3段目のこの両端に結んでいきます。裏に向けて結びたいところにかぎ針を入れて、2つ折りにしたさっきの糸の束を持ってきたら、この隙間から、こうやって出してきて、ぎゅっと
表から見るとこんな感じ。反対も同じようにつけていきます。つないだら端を揃えて雛様に貼っていきます。ここもまだ乾いていないうちに位置を調節して整えます。最後にお好みで飾り付けをして、これで完成になります。そして今回のお雛様だったり、昔やったクマさんの編みぐるみだったり、羊さんのカウルをやった時もそうなんですけど、猫耳でやりたいっていう意見すごく毎回多いので、次回はいろんな帽子だったりカウルだったり編みぐるみに使える猫耳の編み方をやってみようかなと思っています。猫さんうさぎさん好きな方でよかったら編んでみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。